はい、こんにちは。今日はですね、キャリパーを車体に取り付けて、ブレーキフルードのエア抜きまでやっていきたいと思います。一番最初に、ブレーキホースを、外した時に、フルードが漏れないようにラインストッパーというこの、洗濯バサミみたいな青い、工具を使ってフルードを止めてたんですけども、これはすごい優れもので、まあ、2週間ぐらい放置してた時期もあるんですが、全然フルードが漏れてなかったですね。で、今そのラインストッパーを外して、まあ、ちょっと急いでキャリパーにホースをつけているところです。まあ、あまりフルードを漏らすと、今度は上の方のブレーキマスターシリンダーの方のエア抜きまでしないといけなくなるので、まあ、あまりフルードを漏らさないように、まあ、慌てて、取り付けているところです。まあ、ある程度まで、指で締めたら、後で、まあ、メガネレンチで締めています。まあ、まあ、あまり強いトルクはこの状態ではかけられないので、後で、まあ、車体につけた後で、トルクをきっちりかけたいと思います。フルードが、まあ、この作業の時にもフルードがちょっと漏れて、キャリパーとかにもかかってますので、今中性洗剤を入れた水で、ちょっと流しています。まあ、こういう作業をする時には、ウエスですね、ボロ布を、まあ、たくさん用意しておいた方がいいと思います。キャリパーに、ホースが取り付きましたので、まあ、これから車体に取り付けるんですけども、まあ、ちょっと、この作業台が今度は邪魔になってきますので、一旦片付けようとしています。今キャリパーを車体に取り付けようとしているところです。
この状態になると、まあ、しっかりあのトルクをかけられるので、まあ、仮止めしてあった、まあ、他のボルトも、増し締めしてしっかりトルクかけてます。でこれは、マスターシリンダーの、蓋を外そうとしているところなんですけども、またね、タンクの方に、フルードが飛び散ると、塗装がダメージを受けるので、ビニールでカバーしています。これはプラスネジだったんですけどかなり固く締まってましたね。で蓋を外すときなんですけども、やっぱりちょっとメーターとかにちょっと飛び散って、フルードが飛び散ったので、やっぱりあのタンクはあのビニールでカバーしておいてよかったなと思います。で今現在は、キャリパーの中にはフルドアも全然入ってない状態なんですけども、ちょっとエアを抜いて、フルドを引っ張ろうと今しています。今回あの初めて逆止弁っていう、工具今持ってるやつなんですけども、ワンウェイバルブと呼ばれるやつを、まあ、使ってみようと思って、セットしているところです。片側方向にしか、水も空気も流れないあの弁ですね。で今あのブレーキレバーをにぎにぎして、まあ、ブレーキフルードを送ろうとしているところなんですけど、まあ、この状態だとちょっとブレーキフルードはキャリパーの方にはなんか来ないみたいですね。エア抜きバルブを緩めて、まあ、ブレーキレバーを今にぎにぎしているんですけども、まあ、全然あのフルードが回ってこないというか、これはやっぱりあの注射器で、抜いた方がいいなというふうに思ったので、急遽、注射器をセットすることにしました。これはあのストレートで買った注射器なんですけども、ちょっとあのホース内径4ミリのホースに対して、ちょっと先っぽが細すぎて あまりちょっとフィットしにくかったんですけど、まあなんとか使えるかなという感じでした。で注射器で、負圧をかけて、ブレーキレバーをにぎにぎして、エア抜きバルブを開けて閉めて、繰り返しやってます。
で、ブレーキフルードがちょっと減ってきたので、ブレーキフルードを今足そうとしているところです。まあ、上の、マスターシリンダーの方が減ったということは、キャリパーの方にブレーキフルードが回ってきたということなんだと思います。で、またあの注射器で負圧をかけて、今、ね、あのホース見てもらったら分かると思うんですけど、エアーとフルードが出てきてます。やっぱりあの注射器で負圧をかけて引っ張った方が早いですね。ブレーキレバーをにぎにぎして、圧をかけておいて、注射器で負圧をかけて、エア抜きバルブを、開けて閉めての繰り返しですね。まあ、それでだいたいフルードが回っていきます。で、マスターシリンダーの方を、まあ、気をつけておいて、まあフルードがそこまで減らないうちに、フルードを足してあげてっていう作業の繰り返しですね。やっぱりこの注射器を使った方法というのはすごい効果的で、まあ、みるみるその、ブレーキのタッチが硬くなってきて、ブレーキフルードがキャリパーに回ってエアも抜けてるなという感じが、実感がもうすぐにできましたね。で、ある程度、まあ、フルードがキャリパーに回ったようなので、またワンウェイバルブをつけて、まあ、最後のエア抜き仕上がり、やっていこうとしています。まあ、この頃になるともうブレーキのタッチはもう完全に硬くなって、いい感じになってました。で、最後は、フルードを、まあ、いっぱいまで入れて、まあ、マスターシリンダーの蓋を閉めて終わりという感じですね。まあ、大体エアーが抜けたような感じなので、ホースを取り外して、エア抜きバルブをきっちり閉めて、プラグキャップをして、で、あとまたフルードがね、まあ、キャリパーについているので、また水と、パーツクリーナーで、洗浄ですね。結構この作業は、ウエスボロ布型たくさんあった方がいいですね。パーツクリーナーで今洗浄してます。
マスターシリンダーの方も、パーツクリーナーで、蓋をした後ですね、洗浄をしておきました。で、まあブレーキが効いてるかどうか、まあ、最終的に、まあ、チェック今してるところです。まあ、かっちり止まってくれてます。ブレーキの引きずりもなくなって、かっちり止まってます。また何日かすると、まあ、タッチが緩くなってくる場合もあるので、まあ、その時はその時でまたあのエア抜きしたらいいと思うんですけども、まあ、ちょっと様子見っていう感じですね。まあ、こんな感じでかなり勢いよく、車体を押して止めてもきっちりカチッと止まるようになりました。今回の動画は、ここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。